アナキンは。ひとくいバナ、そう、それは、ハッキューフラワーのことじゃな。そしてこのマンションは、セナひとくいバナのマンション。まさにパックンフラワーがうざうざいる。とてもとても危険なマンションじゃった。そして、そのマンションに、間違っても足を踏み入れてはいけないはずなのじゃが、一人のヒゲの帽子のマリオが、間違えて、足を踏み入れてしもうたのじゃった。ひっ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 。なんだよ、ここ。薄気味悪い場所に来てしまったな。パックンフラワーのマンション。ああ、なんていう場所だ。なんでここから出れないの？なんだよ、入ったら出れなくなっちゃったよ、このマンション。仕方ない。このパックンフラワーの住み着くマンションから脱出する必要があるみたいだな、マリオ。しかし、とんでもないことになってしまったもんだ。このパックンフラワーのいるマンションというと、人食いっぱな、まさにここは危険な場所ってわけだよな。一体俺は何をしてるんだか、出ることはできるのか。とにかく頑張ろう、マリオ。よし、とにかく行こう。ああ、ここは本当になんだよ。パックンフラワーだらけだな。しかも薄気味悪いと来たもんだ。とにかくスイッチを見つけたら、ここをオンにしてオフにするというのか。ここは危険。危ない。ギリギリジャンプだよ。危険すぎるね、本当に。パックンフラワーに食べられたら一発だからな。おお、ここはパックンフラワーのサンドイッチになってる。危ない危ない。なんでパックンフラワーの中からパックンフラワーが出てるんだ。とんでもないな、ここ。本当にパックンフラワーがすごい無限増殖した場所か。危険すぎるマンションだ。うわあ、やった、パックンフラワー回ってるよね。なんで回ってんだよ、パックンフラワーが。とにかくこのマンション、そのなんていうの、怖いよね。怖いマンションに来てしまったもんですよ、本当に。さあ、人食いっぱなぞ。パックンフラワーといえば危険すぎる。こんなところ早く出て、なんとしても帰りたいんですけど、こっから出れるのか。ここだな、さっきの危険ポイント。さあ、パックフラワーをかわしていく。オッケー。さあ、ここはなんだなんだ、ここ。怪しさ満載だな。なんであそこにパックフラワーが捕まってんの。さあ、ジャンプ台もあるけど、いけるよね、ジャンプ台。オッブ、あー、危なくな。なんだそこにいる子、落ちてくんのかい。さあ、パックンフラワーが落ちてきたり回ったりしてる。このパックンフラワー、危険なマンションから脱出してるマリオなんですけど、非常に難しいです、ここ。このパックンフラワーの量が半端ないんでね、みんなもとにかく食べられないように行かないと。おお、ここだよね。もうここのタイミング難しいよ。そしてここは素早く行くってわけかな。行け、オッケー。跳ねてる場合じゃないよ、パックンフラワー。本当に俺を食べる気だったんだな。危険すぎる。あ、下、これ落ちるやつだな。さあ、ここまずパックンフラワー抜けて、急いでジャンプ。オッケー。中間ポイント。この先もまだパックンフラワーだらけだな。しかし、なんだこのマンション、なんで入ったら出れないんだよ。とにかく脱出しないと。こっから脱出するには、ちょっと待って、パックンフラワーがクリボーと仲良しになってる。危険だね。あのクリボーは倒すこともできない。クリボーじゃないな、カキボンか。さあ、カキボン、このカキボンは倒せる。このカキボンも倒せる。いける、倒していけるってわけだね。危ない。うわー、なんで落ちる床にパックンフラワー乗ってんだよ。素早くジャンプだな。怖いね、ここ。さあ、行こう。いけるか。いけました。さあ、ここら辺は30枚コインいただけるね。楽勝でいただけるよ。おい、これはラッキー。さあ、30枚コインぐらい取っていかないと、ここに来た意味ないってわけですよ。おっと、あ、ちょっと、いい感じで食われました、バクリとね。さあ、中間ポイントから始まったわけですけど、そうだよね、仲良しがいるよね、仲良し。パックンとカキボンの仲良しコンビネーション。危ない危ない。さあ、ここ抜けていきたいところだよ、本当に。おい、行きました。さあ、30枚コインは絶対取っていく。ここに来た価値がなくなってしまうんでね。ここだよね、さっき食べられちゃったよ。意外と難しい。そんなことない。何これ。これは落ちては来ないけど、上にジャンプすると頭かじられる系だね。
さあここはタイミングよくジャンプ。うわー、ちょっとなんでここでジャンプしてくれなかった。今マリオどうした。マリオ最後こんなところ早く出ていかないと、薄気味悪くてしょうがないわ。ここをねルイジに教えてあげたいくらいだよね。ルイジはマンション好きだよね。好きなのかな怖いマンションは嫌いかな。さすがにね、マンションといえばルイジマンションだよね。さあここは抜けていく。そうだからマリオマンションじゃないっていうの。なんで跳ねないの、なんで跳ねないのここん。さあバネはねジャンプ押しっぱなしで、ジャンプしないのかいしないのかい。ここはジャンプオッケー、下ましょう。ジャンプした、オッケーオッケーオッケー、いいよ。さあなんとかいけたんで、ここでまた落ちる床ね。さあここも抜けていく、オッケー。何あれ、最後の最後の砦みたいな感じ。3人仲良くしてるよ。あそこを越えれば出口っぽいぞ。出れるかマリオ、いけるかマリオ、行くんだ絶対に、ここを抜けるんだ。行くぞマリオ、最後の最後のジャンプ、最後のジャンプ、オッケー。そしてなんとハテナブロックまでついてるのここ。おー、あー待って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 、そしてこれは、あーなるほど、これもオッケー。ワン、あ、どっか行っちゃったよワンナップどっか行っちゃったけど、なんとかこのパックンフラワーの館脱出。本当に館じゃないマンションです。本当になんつーマンションだったんだよ、危険すぎる。ここはルイジに教えるべきだろう、絶対そうだろう、マンション好きだよねルイジ。さあ無事に脱出できたと思ったが、リフトアスレチック、なんとここにもそうバックフラワーがいるというね、恐ろしい場所にまた来ちゃったよここ。ここも脱出、あっちゃった、リフトがなくなったらもう終わりじゃないか難しいな。さあパックンフラワーをかわしながらここも脱出していかないと、なんとしてでも行こう。さあ行こう行こう行く行くよ、ほいほい。さあリフトに乗って、そしてここもパックンフラワー、危ない、オッケー。さあここはね掴んでもらってパックンフラワーをかわしていく、かわしていく、そして下か下か上か、バーパパパパパ、刺さったよこれ。針、危険なパックンゾーンもあるのに針まであったら危険すぎるね本当。さあここはかわしていけない、パックンフラワーにガブリンチョ、そりゃそうだパックンフラワーはガブリンチョする、人食いバナですよ本当に、人食いというかマリオ食いバナだな本当に、マリオばっかり食べてんじゃないよ本当。さあ行こう、ここは掴んでもらって、そしてパックンフラワーをかわして、そしてジャンプ。さあここ針、針に気をつけながらジャンプ、そしてここ、ここは入る、オッケー。この土管に入ったら中間ポイント。さあパックンフラワーがまだいるぞ、本当になんでパックンフラワーってそんなに危険なの、届かないよ、チョロップを踏むんだね、了解。さあここはね中間ポイントがあるから、そんなに焦ることなくチョロップまでジャンプ、オッケー、届いたよ。さあここはパックンフラワーかわしていく、パックンフラワーかわしていく、一食い花かわしていく、掴んでもらう、オッケー。さあ最後の最後の板か、まだあるのか、まだある、オッケー。さあここ入っていく、いけるぞ、これなら脱出できる。本当に危険すぎるな、パックンフラワーがいる場所っていうのはもう危険な場所しかないのかって話ですけど、さあパックンフラワーを貸していく、そしてここはここはタイミングよくジャンプ、さあここでジャンプ、オッケー、やった、やっとパックンフラワーの脅威から脱出だ。いやパックンフラワーがいるコースは本当危険だね、本当に危なかった、人食いバナ、マリオ食いバナだったね。はい、ということで今回は人食いバナことパックンフラワーのたくさん出るコースをね遊んでみました。皆さんも難しいのでぜひチャレンジしてみてください。それじゃあ今回は以上です。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。アナケナマリオメーカー2でたくさんコース出してます、そちらも遊んでみてください。そして他にもたくさん動画があるんで見てください。それじゃあ次回の動画でまた会おう、バイバイ。アナケナ